お知らせです。12月5日の土曜日にいつもの撮影スポットでオフ会をやります。実はこの場所で12月5日と6日にフードトラックイベントが開催されます。マジで美味しいご飯が食べれるっすよ。そこで12月5日に僕たちのブースを設けさせていただいてオフ会をさせていただくことになりました。お腹空かせてきてくださいね。細かい情報はまた追ってアナウンスしますが、大まかな内容は説明欄をチェックプリーズ。パフォーマンス、どうもロビンです。はい、ソタ君、はい、どうもです。お疲れ様です。はい、やってきました。今日やってきましたね。はい、世界に挑戦する日、挑戦します準備はどうですか？リベンジ。まあ、ちょっと腰、まあでもだいぶ良くなったんで。そうなんですね、はい、まあこの前も言ってましたけどね。はい、股関節はもう大丈夫ですか？あ、オッケーです。はい、ソタ君、僕ら今どこにいますか？プレイヤー3です。あ、リュウさん、どうもです。おはようございます。おはようございます。おいっす、おいっす、おいっす、おいっす。いや、この前は本当ありがとうございました。プレイヤーズのオーナーの久能さんなんですが、はい、実は、はい、スノーボードのプロということで。おー、あ、そうなんですね。あ、実はそうなんです。サンタクルーズのライダーで、はい、はい、はい、もう超バチバチのしてやらせていただいて、もちろんスケートボードも大好きで、はい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 、毎日滑ってます。あ、そうなんですね。あ、はい、じゃあもともとライダーっていうか、まあ今でもライダーされてるんですね。そうですね、今でも現役で。あ、すげえ。だからまあその、まあ、スケートショップだけじゃなくてこのスノーボードのグッズもあるということですね。そうですね。あ、なるほど、なるほど、はい、そういう並びになってます。なるほど。プレイヤーズ 3S、 お約束の宣伝でございます。はい、でも今後もお世話になると思うのでリュウさん、よろしくお願いします。なんといってもスケボーショップの中にランプがあって、さらにバーカウンターがあるっていう、新しいスケーター仲間もできて、お酒も飲めて、新しいスケボーも買えて、いや、スケーターにとっては天国と言ってもいいほどの環境じゃないですか。ちょっと僕も一度飲みスケボーしに行ってみたいですね。ずっと気になってることがあって、プレイヤーズ 3S の 3S って言ったらスケボー、スノーボー、そしてサーフィンなんですけど、サーフィングが全く見当たらなくて、聞いてみたら、あ、なるほどってなりました。もう一つの S は酒でした。最高ですね。いやいやいや、もうね、見ての通りの激アツショップなので、ぜひスケーターは遊びに行ってみてください。距離、世界記録達成するためのセットアップをちょっと、いただくっていうことで、はい、いや、本当ありがとうございます。いや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 。板と、ウィール、はい、ですね、をいただけるということで。はい。まぁ、あ、ちょっとコロナの状況でなかなか入手困難な状況なんですけど、はい。まぁ、あ、やっぱりこの中で、やっぱ一番キックが強い板っていうので、このリアルのカイルウォーカーを選びました。もう今お店にある板の中でこのキックが一番激強だったんで、うーん、確かにこれで、はい、やっぱりスケートオブザイヤーを取ったカエル、おお、なるほど、なんで世界記録を取る男、確かに、ウィールは、はい、まあ、皆さんご存知、はい、スピットファイア、なるほど、はい、フォーミュラ4で一番新しいシェイプのタブレットで、今回、まあ、ソータ使ったことないらしいんですけど、やっぱもうアプローチ走ったがいいと思うんですよね、スピード、なんで101、やっぱ硬いやつで、あ、なるほど、一番硬いやつ、はい、でやっぱウィールも、まあ、ストリートで、まあ、使ってる、まあ、50、51がみんな多いんですけど、やっぱちょっと走るように大きめの53、はい、なんでこの101の53の大きさでビュンビュンプッシュしてもらって、ビュンビュン系で、はい、今なんて言いました？ビュンビュン系で、ビュンビュン系、今日はビュンビュン系のスタイルでいきます。わかりました。いやー、バッチリですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうこれでね、ちょっと達成しないと。いや、お願いしますよ。頑張ります。そうですね。はい。達成しなかったら、あの、はい、お金をもらうんで。これプレッシャー。いやー、マジか。いやー、まあ、というか。はい、はい、お願いします、はい。僕は払わないですからね。間違いない。それやばいな。わかりました。ありがとうございます。応援してます。はい、応援してます。パワーハウス。さあ、果たして世界記録を残すことができるのか。はい、先に申し上げます、達成できませんでした。
いやねえ、まあ、ここまで応援していただいた方本当にありがとうございます。やっぱり世界の壁を越えるのは甘くなかったです。またスケボーの調子っていうのもなかなか読めないものがあって、この日は調子が悪かったみたいです。どんな感じですか？厳しい。ああ、もうなんか天候といい。ああ、なんかもうちょっと心的にダウン。メンタルにやられてる。メンタル来てるや。そうか。そうね。場所的にはね、そんなに悪くはないと思うんだけど、まあ気持ちっていう感じだね。じゃあさ、ここでちょっと俺からの一つ提案で、はい、とりあえず4メーター。次のでちょっと4メーター超えたら、焼肉おごります。焼肉、はい、食べ放題どうすか。おっしゃ、はい、それはもう4メートル超えすればいいってこと。とりあえず4メートル超え、はい、じゃあ2トライあげます。2トライ2トライで4メーター超え、はい、したら焼肉おごります。マジですか、はい、ちょっとやってみてください。やります。じゃあ、はい、ちょっと気持ち上げてもらって、はい、はい、美味しい焼肉、はい、お願いします。頑張ります。はい、1回目どうぞ。焼肉、焼肉うわ、今のはダメっすね焼肉がかかってるのでちょっと審査は厳しくなりますけど、いや今のはねあれっすね、あらら、やっぱ4メーターをさらっと超えてほしいですね。まあ今日は越したっていうのは1回かな。まあ前回も結局超えたの多分2回か3回ぐらいだから、うん、まあとりあえず4メーター超えたいですね。じゃあラストトライだよ。ちょっと気合い入れてください。いやー、いやむずいんだね、4メーターも。やっぱ見えないか今日は。ちょっとそうか、スケートボードの調子が悪い。あー、そうかね。後半は気持ちがダウンしてたので、みんなでモチベアップさせようといろいろ試みましたがダメでした。ただ今回のチャレンジ企画全体を通して僕も含めてみんなに勇気を与えてくれたと思うし、スケボーのかっこよさも再確認できたと思います。ソウタくんありがとう。この撮影日に知ったのですが、ソウタくんはまだ19歳でした。全然若いのでこれからのスケボーも楽しみだし、いつかまたリベンジしたいってなるかもだし、ソウタくんその時はまた撮影するので行ってください。この後プレイヤーズ 3S のオーナー久能さんに報告してきました。厳しかったですやっぱ世界の壁はちょっと分厚かったですね。申し訳ない、はいはい、皆さんじゃあさっきも言った通り、お大臣は太田君の方から後でやってそうです、はい、はい、ソウタ君の世界記録チャレンジはこれで終了とさせていただきます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。今後もいろんな企画をやりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。 English speaking fans, thank you for your support. Looking forward to your comments. はい、ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。